はい、ヒルビル放送局、今日のアウトプット。今日もまこねと一緒にダイエットの勉強をしていきましょう。そう、今日はですね、運動とダイエットの法則論ということで、残りあと2回でこの、長かったね、2級相当のテストというか勉強も終わりになります。そんなわけで最後まで元気よくやっていきましょう。このポッドキャストでは、日本ダイエット健康協会の公認インストラクターを目指しているマコネこと LGBTQ のクイア、小川誠が普段勉強しているテキストをもとに資料を作って、皆さんと一緒にその内容をシェアしていくというものになっております。このテキストはですね、各章ごとにいくつかの問題があって、その問題を答えながら順次に学びを深めていくという形になっています。まあ誰でもそうだと思うんですが、まあテキストを読んだり書いたりしてもなかなか覚えられるものではなくて、私はアウトプットという手法を使って、実際ね、学んだことを皆さんにこうやってお話しすることで、自分もそして皆さんもお互いに内容を深めていこうと、学びを深めていこうという趣旨でやってます。そんなわけで今日の問題はこちらです。今日の問題は、夜間は体が完全に体脂肪貯蓄モードになる、イエスかノーか。さあどうでしょうというよりも、まあね、夜にね、ご飯食べると太るっていうのは、まあ誰でも知ってるようなことですから、まあ答えはね、まあイエスだと思うんですけども、さてその仕組みについてはというと、まあね、ちょっとよく見ていこうと思います。そんなわけで今日のテーマはこちら、遅い食事と体脂肪。なんかストレートですよね。 まあそんなわけで、早速やっていきますが、まず最初はね、じゃあ夜遅い食事は本当はどうなのか。さあ今までね、当たり前だと思ったことが全然違ってたなんていうことも今まで何回もありましたからね。まあじゃあ実際にこの夜遅い時間の食事はどうかということを確認しましょう。ピンポンピンポーン。夜遅い食事は絶対 NG。ダイエットの天敵です。はい。確実に肥満につながります。そう、まあ適当には書いてなかったんですけども、まあね、私もそうなんですけど、私はね、夕方から寝て、深夜前に起きるっていう生活をしてるんですが、まあ、言ってしまえばね、時間が逆転してるじゃないですか。なので、まあ、そういう人たちはどうかって言われると、まあ、テキストには書いてなかったんですけども、私はね、なるべく寝る時間にはもう体が夜だっていうふうに、反応させるために、12時、お昼の12時過ぎると、もう厚手のカーテンを閉めて部屋を暗くします。真っ暗にはできないですけどね。真っ暗にはできないけど、ちょっと暗めにします。はい。で、起きるときは、できればね、太陽光相当のさ、明るい電気があるんですけども、まあああいう心理療法的なああいう電気のやつが欲しいんですが、ちょっとね、ちょっとお値段もお値段でなかなか買えないので、私は起きたらすぐに蛍光灯をつけてギンギラギンにします。はい。まあそれでもなんかぼーっとしてるときはコンビニに行きます。コンビニの電気って本当は明るくて目がパチッて覚めるような、まあ電気なので、まあそこで余計なものを買わないようにして、コーヒー1杯ぐらい買って帰ってくるようにしてるんですけど、まあ時間がね、生活のリズムがそういう感じで、体のね、リズムを、時間をね、普通の人と同じように合わせられない人は、まあそういうふうな風に、してみるのもありかもしれません。ただね、私は自己流でやってるので、まあそれが正しいかどうかはごめんなさい、ちょっとわかりません。はい。まあそんなわけで、まあ夜食べるのは絶対 NG です。はい。じゃあその仕組みについて見ていきましょう。ですね、まあ、夜食べた食事っていうのは、摂取したエネルギーはね、もちろん夜食べる食べない関係なく、摂取したエネルギーって、まあ、食べ物から摂取したエネルギーはもちろん代謝に使われるんですけど、でもね、朝と昼と夜では関係するね、交感神経が違うんです。はい。まあ、どう違うかを見ていきましょう。
朝と昼はですね、交感神経がバンバン働いて、代謝を助けて、ね、いらなくなった良くない細胞を捨てて、新しい細胞を作っていくって、もう代謝をしているんですけども、まあ夜になるとね、副交感神経が働いて、まあどん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 、また違った働きをするようになってきます。はい。ではね、朝昼夜と朝昼夜の違いを具体的に見ていきましょう。はい、DIT で見る朝昼夜の違い。まあ、DIT って、まあ、ちょっと前に聞いたなっていうのを覚えてる方は、マニアですね。もう、私ファンって言ってもいいですよ。迷惑かもしれないけど。まあ、DIY っていうのは、まあ、別名、食事誘導性耐熱酸性っていう、ちょっとね、よくわかんない言葉なんですが、まあ、要するにね、食事を取った時の消化発酵吸収の過程でね、エネルギー を発散することを言うんですよね。まあまあまあ、要は、食べた後の代謝ですわ。そう。まあ、一言で言えば、食べた後の代謝がどうなるかと。そう。まあ言ってしまえば朝昼夜で食べた後体はどう反応するかっていうことを言ってるんですけども、まあもちろんね、DIT は動いている時じゃなくて安静にしている状態を指すので、まあ安静にしててご飯食べた後、違うな、ご飯食べた後に安静にした場合、朝昼夜ではどういうふうに代謝が変わっていくかっていうのを見ていきましょう。はい。朝はめちゃくちゃ代謝が激しいんですけど、お昼になりにつれて徐々に落ちていって、夜になるとガクンと落ちます、代謝がね。そう、つまり代謝が落ちるってことはそうです、どんどん体に蓄積していくということです。はい。そう、まあ具体的に数字をねちょっと見てみるとこんな感じです。夜はですね夜間は胃腸の、ね、消化吸収が昼間に比べて2-3倍、消化吸収ですよ、吸収、うん、要するに昼間代謝に使ってたエネルギーを2-3倍代謝に回さないで消化して吸収してしまうってことです。要するに昼間がより2倍3倍太りやすいってことですね。そう、さらにね、睡眠してるときなんか、さらにね、エネルギーが昼間の半分、体温も低下したので、消費もしないってことです。はい。つまり、夜になると、蓄えて、消費せずに、ほんと、脂肪をもろともおねんねしましょうっていう状態になるってことです。はい。まあ、言ってしまえば、完全に、睡眠モード、お休みモードになるってことですね。そう、そんなことを、ねえ。そう、困りますよね。はい。じゃあ、まあ、太らないための、まあ、そこを踏まえて太らないための、食事のルール、夕食のルールをちょっと考えてみました。こちらです。ね、糖質、脂質は、ごめんなさいね。夕食ですよ。夕食ね。糖質と脂質は少なめにする。そうですね。で、肥満に直接結びつかないビタミン、ミネラル、食物繊維やタンパク質中心に食べる。うん、そうですね。そう。要はまあ、糖質、脂質は控えめるということですね。そして早く済ませる。そうですね。少しでも早く済ました方が、まだね、代謝がちょっとでも残ってるうちに代謝させちゃった方がいいですし、早く消化を終わらせれば、ね、寝るときにもう吸収はされないと。はい。まあ、そんなわけで、太らないための食事のルール、確認しますね。糖質、脂質は少なめにする。そして、肥満に直結するよう、直結しない、ビタミン、ミネラル、食物繊維、タンパク質を中心に食べる。そして、早めに食べる。うん、ここは重要ですね。でもさ、でもね、そういうわけにいかないときって世の中働いてるとあるじゃないですか。友達付き合いもあるし。そういうときはどうするか。それも考えてみました。そうしたときは、こうしましょう。まあ、そんなときはですね、まあね、残業で遅くなるとかそういうときは、まあちょっとね、ちょっと抜け出してっていうわけに向かないかもしれないんですけど、できればね、遅くなるって分かってるときは早めに、ちょっと休憩時間とかあるじゃないですか。そこで食事をとってしまう。それが一番です。でもそういうわけにもいかないときもあるじゃないですか。
まあ、テキストには書いてなかったんだけど、そういう時はね、どうしようもない時は、軽めに、ほんと口に入れて、なんか軽めに食べるだけでも、全然違ってくると思います。はい。まあね。で、まあ、帰ってから、まあ、少し、ね、ルールに合わせて少し食べて、まあ、あとは寝るみたいな。もう寝て我慢するしかないみたいな。散々ずっと根性でダイエットはどうにもならないってこう言ってきたのに、ここは根性みたいな。で、宴会など、まあ飲み会とかね、時は、まあおつまみとか食べるものを気をつけると。そう。さっき言った通りに、脂肪質は控えて、炭水化物じゃなくて、タンパク質、ビタミン、ミネラル、食物繊維中心のおつまみをセレクトすると。はい。まあ、それでも寝る前に、やっぱお腹空いちゃうときあるじゃないですか。私、しょっちゅうですよ。そういうときどうするか。それもね、書いてありました。こうすればいいんです。なるほどね。もうね、水分でごまかす。この時とさ、ほんとさ、たまにさ、こういうさ、なんか、みたいなのあるんだよね。うん、ちょっとね、私ね、ずっとやってきて思うんだけど、まあ、章ごとなのか、項目ごとなのか、多分書いてる人が全然、書いてる人が全然違って、同じ人が一人で書いてるわけじゃないと思うんだよね。だからね、その章と問題によって結構ね、テイストが違うの。そう。まあ、寝る前にお腹空いたら、水分飲んでごまかす。はい。うん。そう、お腹で、膨らませと。そうするとさ、寝てる間にトイレ起きたくならない。私は結構なるんだけどな。はい。そんなわけで、今日の、問題を確認しましょう。今日の問題は、夜間は体が完全に体脂肪貯蓄モードになる、イエスかノーか。はい、その通りです。もうどんどん代謝量は減っていって、吸収量だけが増えていくと。吸収量は、昼間の2倍、3倍になり、寝る時になるともう、吸収量どころじゃなくて、もう、全く代謝もしなくなると。ほとんど代謝しないと。はい。まあ、なので、夜になるともう完全に体はね、お休みモードになりますので、やっぱり夜遅い食事はダメですよ。ダメですよ。ダメですよ。私自身に言い聞かせてます。ダメですよ。そんなわけで、今日の問題はこちらで終わりです。では、最終日。最終日っていうのは、このね、テキスト1のね、2級相当のテキストの最終日はどんな問題かというと、こちらになります。若い時に無理な、長抜けてるね。若い時に無理なダイエットをすると、年を重ねてから骨粗鬆症になりやすい。イエスかノーか。うん。そう。この章の最後の問題を学ぶと、このテキストが本当に皆さんに伝えたいことは何かっていうのを分かってもらえる気がする。うん。とっても、なるほどなと思うように、思うような最後になってますので、ぜひ明日もお楽しみください。もちろん、明日もお昼の12時に配信いたします。はい。大丈夫です。40番目の、まあ、2級相当のテキストは最後ですが、まだまだ1級が1から60まで残ってます。まだまだ続きます。明日で終わりじゃありません。大丈夫です。明日も頑張って、明後日も、それからまだまだ、あと2ヶ月、一緒に頑張っていきましょう。そんなわけで、また明日。バイバイ。まこねーでした。